こんにちは、リリナナです。今日はこちらの木というかツリーというかを編んでみたので、こちらの紹介をしていきたいと思います。で、自立もするっちゃするんですけど、ちょっと綿の入れ方によってはコテッと倒れてしまうかなって感じなんですけど、でこちらの編み方は下からずっと編んでいって、ここで色を変えてまたこう編んでいく形ですね。でここが最後で、綿を途中で幹の部分を軽く入れながら上まで編んでいきます。でこっちは、ベーシックコットンで編んで、こっちはコットンニート S で編んだんですけど、同じ、編み図で編んだんですけど大きさがだいぶ違いますよね。で編みぐるみとか、こないだ作ったお家の小物入れと一緒に飾っても可愛いかなと思うし、クリスマスが近いので木の部分を白っぽくしてビーズなどで飾り付けをしたりしても可愛いんじゃないかなと思います。次回はこちらの木の編み方を紹介したいと思います。では次回会いましょう。リリナナでした。